クリスティナ・ムラデノビッチは、フランスサンポル・シュルメル出身の女子プロテニス選手。四大大会の女子ダブルスで2勝、混合ダブルスで2勝を挙げている。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。自己最高位は、シングルス10位、ダブルス2位。これまでに WTA ツアーで、シングルス1勝、ダブルス19勝を挙げている。姓は、マダナビッチ。 マラデノビッチとも表記される。ムラデノビッチは7歳からテニスを始める。両親はユーゴスラビア系であり父ドラガンは1984年ロサンゼルス五輪で金メダルを獲得したハンドボール選手で母はバレーボール選手である。2008年全仏オープン女子ダブルスに主催者推薦で四大大会に初出場。エミリー・ロワと組一回戦で杉山アイ ダニエラ・ハンチュコバ組に5 7、5、7で敗れた。2009年全仏オープンにて2009年前後オープンでシングルスにも初出場し1回戦でパティ・シュナイダーに6、2、4、6、2、6で敗れた。2009年全仏オープンジュニア女子シングルスで優勝しこの年にプロに転校する。2012年7月のロンドン五輪でオリンピックに初出場した。 アリーゼ・コルネと組んだダブルスに出場し、中国の法卒定期を仕組みに16、76、36で敗れた。8月のロジャーズカップで、クラウディア・ヤンス・イグナシクと組んだダブルスの決果、全米オープンでは1回戦で、マリナ・エラコビッチを75、64で破る4大,大大会シングルスの初勝利を、挙げた。2回戦では、第17シードのアナスタシア・パブリチェンコワを61、 6-2で破り3回戦に進出した。3回戦では、マリオン・バルトリニに6、4-6で破れた。11月の台北大会では、シングルスとダブルスの双方で優勝した。2013年2月の GD 界、スエズオープンでは準々決勝で、ペトラ・クビトバを6から3、6から4で破り始めて、トップ10プレイヤーから勝利を挙げた。 ブラジルテニスカップでもベスト4に進出し3月18日付のランキングで48位となりトップ50入りを果たした。2013年全仏オープンではガリナ・ボスコボアと組んだ女子ダブルスでベスト8に進出した。ダニエル・ネスターと組んだ混合ダブルスで決勝に進出し、ルーシー・ハラデツカフランキシェクチルマク組に6から1、4から6。 6から10で破れ準優勝となった。ウィンブルドンでも、ネスターとの混合ダブルスで決勝に進出し、第1シードのリサレーモンドブルーノ・ソアレス組を5、7、6、2、8、6で破り初の4大,大大会タイトルを獲得した。2014年全豪オープンでも、ネスターとの混合ダブルスで決勝に進出した。決勝では、サニア・ミルザホリアテ・カウグミを6、3、 62で破り4大大,大会混合ダブルス2勝目を挙げた。全仏オープンではシングルス1回戦で第2シードのリダを7から5、3から6、6から1で破る波乱を起こし3回戦まで進出した。3回戦ではアンドレア・ペトコビッチに4から6、6から4、4から6で破れた。2014年ウィンブルドン選手権では ティメア・バボシュと組んだ女子ダブルスで決勝に進出した。決勝では、サラ・エラニアンド・ロベルタ・ウィンチ組に16、36で敗れ準優勝となった。2016年全仏オープンでは、キャロリン・ガルシアと組んだダブルスで決勝に進出した。決勝では、エカテリーナ・マカロアエレーナ・ベスニナ組を63、26、64で破り、ツアー初の4大大会タイトルを獲得した。 8月のリオゴリンで2度目のオリンピックに出場した。シングルスでは2回戦で、アメリカのマディソン・キーズに5から7、7から6、6から7で、ガルシアとのダブルスでは、初戦で、日本のドイ・ミサキホズミエリクミに0から6、6から0、4から6で敗退した。全米オープンでは、ダブルス決勝で、ベサニー・マテック・サンズルーシー・サファロワ組に6に76、2、7、6、 46で敗れ準優勝となった。2017年のサンクトペテルブルクレディストロフィーで決勝でユリア・プチンツェは26から2、6から7、6から4で勝利し、シングルス初優勝を果たした。2017年全仏オープンはベスト8に進出した。2017年10月23日付のランキングで10位となり、トップ10入りを果たした。 2018年全豪オープン女子ダブルスでは、ティメア・バボシュと組決勝で、エカテリーナ・マカロワエレーナ・ベスニナ組を6・4、6・3で破り優勝した。全米オープンでは、決勝で、アシュリー・バーティアン・ドココバンダ・ウェー組に6・3、6・7、6・7で破れ準優勝となった。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、 R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格。 NH イコール開催なし。ありがとうございます。